これで暖かいって言うけど寒い。3、2、1、はい、スタートです。はい、どう楽しいけどもう走って途中から筋肉痛。3、2、1、はい、スタート。はい、楽しい、楽しいです。おいしょ、うわっ、あー難しすぎるこれ。登りが、よいしょ、よいしょ。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。51歳ですが、51歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチで走っていきます。ここはね、羽田空港です。東京も2月まだ寒いんですけど、これからもっと寒いところに行ってきます。北海道の旭川、スキー場カムイスキーリンクスというところで雪上のランニング大会が行われます。スノーエンディランスフェスティバル2023、そこを走ってきます。種目がね、3つあって、スノーラン、それから雪上自転車、そして、スノーシューですね。でガチュウはね、スノーランの5キロとスノーシューの10キロを挑戦していきます。スノーシューは初めてやるのでどんな感じかな、ワクワクするな今日ねレース前日なんですけど、向こうでねスノーシューの体験イベントがあるのでそこで足慣らしをしようと思います。そしてレース本番を迎えるとね、はい、天気は一応曇りなのかな。で気温はマイナス15度ということですもっともっと寒いんだろうね。体験したことないよマイナス15度なんて。あとね現地で、一緒にね2日間猫さんとご一緒です。これもまた楽しい旅になりそうだそれではこれから飛行機乗って向かいます。ガチオのランチャンネル旭川11時15分ですね。帝国だ。こんにちは、はじめまして。よろしくお願いします。マジですか、いいじゃないですか。かわいいでしょ。はじめまして、そうです。よろしくお願いします。6度だった。あさっきっていうのは旭川の。あさっきで。へー。ホテルに着きました。1回荷物を置いて、スノーシューができる格好で旭川の駅に行きます。なんか見るものすべてが物珍しい。雪国ですね。まあでもここは市街地だから、うん。まあじゃあこれからね、ちょっとスノーシューを楽しんでいきます。ほい。では駅に向かいますけど、どっちだ？うわ。向こうかな。今日はね、暖かいんだって。で氷点下だよ。マイナス5度とか6度とか。このぐらいかな。すごいな。私もガチャ寂しでスノーシューとか初めてなので、ワクワクしながら皆さんと今日は走れたらなと思います。これからねイベント楽しんでいきます。みやみちゃん何時に来たの今日？今日は朝6時の8時に起きました。何したの？そこら辺ぐるぐる走ったり、あとは今、はい、週末まで冬祭りがやってるんですよ。旭川冬祭りっていう、おなんか雪のアートへー、なんかショーだったり花火上がるらしいです夜は駅前であ、もうちょっとここの1キロ離れたぐらいの公園なんですけど、へー、
とバックつないでください。バックするとこうなってこういます。まあなりますね。はい、なので1つ目バックで、2つ目は、内股ですね。あれはこの足跡の雪山でよく使うんです。すごい。いやいやいや、絵になりますね。狙ったわけじゃないんだけど。YouTuberだな。これ滑るんだね。明日使うもの、サングラス、グダーのサングラスですね。いつもこれ走るとき使ってます。軽くてつけ心地がいいです。明日雪上なので、紫外線の照り返しをこいつで防ぎます。ただ雪が降ってたら使わないと思います。頭はノースペースのフリーランキャップをかぶります。で首周りには RL のメリノネックウォーマー、これあったかいですね、メリノウール素材で、肌にまとうアンダーウェア、ノースペースのハンドレッドドライタンク、汗冷えを防ぐことを目的としています。その上にはノースペースのフライトエンジニアードのクルーのロング T シャツ、あったかいのに通気性がいいので最近気に入ってこれを着ることが多いで、指先が冷えるので明日氷点下15度ぐらいなので二重でいきます。下には RL のメリノグローブミッド、少し厚手のタイプ、その上にアクシーズクイーンの防水手袋をつけようと思います。で下に行ってロングパンツ、これもいつも履いているものですけど、前側が防風で後ろ側がストレッチになっているタイプ、とっても使い勝手がいいので明日はこれを履きます。そして靴下、これはドライバックスの厚手のタイプ、寒いからね指先がかじかみそうな気がするのでこれを使い、この上に、まあ、この上級によってですけどモンベルの防水ソックス、これゴアテックスなんですよ。めっちゃこれいいです。値段ちょっと張るんですけど、これを履いてると靴下濡れません。まあ、ここからね履いちゃうとしょうがないけど、ほぼほぼこれを履いてソックスがぐちょぐちょになった経験がないので、明日これを履こうかなと思っています。特にスノーシューすると雪がどんどん靴の中入ってくんで、それを、防ぐ、足が冷たくならないように履こうと思います。であと上着ね、ノースペースのインフィニティフーディ、ストレッチがすごく効いてるタイプです。これをまとって走るんですけど、寒いかもしれない、もっとこれだけじゃ耐えられなかったら、一応ねこれを持ってきてるんで、レインウェア、上田リーさんのブランドのリーですね、それのレインウェアを持ってきました。これを着ると多分暖かさが 1.5 倍になります。ただかさばるのでできれば使いたくないなって思ってます。時計はガーミンの955をつけます。そして、シューズは持ってきてるのがこれ、ナイキのペガサストレイル36かのゴアテックスですね。雪で走るにはもってこいだと思ってこれを、下駄箱から引っ張り出してきました。これでいきます。雪は降ってないけど寒そうだな。チェックアウト完了。じゃあスキー場に向かいます。おー
キー場に着きました。これであったかいって言うけど寒い。受付完了しました。スタートね9時半ですって。9時15分にそこに集合して走り出すのが9時半。5キロ。走るコースはねそこらしいです。準備完了。帽子買いました。耳が寒すぎます。足元はねマイクロクランポンを履いて、少しこれで引っかかると思うんだよね。気温マイナス8度です。暖かいらしいよ。今点呼取ってます。参加人数はランはね80人ぐらいですね。スノーランの5キロ10キロ一斉スタートとなります。さあ10からカウントしたいと思います。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、スタートです。はい、さあ皆さん頑張ってください。輪ゴム回収します。はい、女子2位なんだ。やったじゃん。女子2位、表彰式あるから、はい、この辺にいて。いやーやばい、楽しい楽しいけどもう走って途中から筋肉痛。いや走ってきたよ。32分です。いやきつかった。これね5キロでお腹いっぱいだわ。10キロもあるけど、あと3周するのはきついな。足元がねやっぱ雪だからぐらついて、力を入れるとね崩れちゃうんだよね。優しくソフトタッチで登っていかなきゃいけないんだけど、そのコツがわからない。いやーほんとサラサラの雪なんで、なかなか足場が作れない中進んでいくのは難しいよね。でも速い人は全然フォーム崩れてないから、多分何か違うんだろうな。いやすごいや。あ、そうしようか。オッケー、じゃあ一周行ってくるよ。はい、高くなってきておりまして、ファットバイクでも乗って。3、2、1、はい、スタート。はい、最終、最終です。行ってきます。これは面白いけど、後輪が大変振られます。怖いよ。多分落ちると思うよ、それ。落ちる。うん、頑張っ。あ、ここにしよう。頑張っ。はい、どう。いや自転車ね、空転するんですよ。一生懸命漕ぎすぎると、それが難しいのだと下りが怖い。今美代子ちゃんに変わったんで、どうかな。自分の思い通りにならないって難しい。ロードなんかはペースもね走り方も全部思い通りになるけど、こういう雪とかはそうはいかないよね。頑張ろう。入ってーす。トップ。
難しすぎるこれ。もう一周行きますか。おやすみ。もうお腹いっぱいです。やばい。昼飯を食って次はスノーシューラン。ゴンドラで山頂まで上がって、そこからこう降りてくる形で、僕は10キロなので降りてきたらこの赤い線でこっち行ってぐるーっと行ってこういう感じかな。でここはゴール。どのくらいかかるんだろうか。1時間は絶対かかるよね。1時間半ぐらいかな。ではスノーシュー行ってきます。10キロ。イエイ。スノーシューだぜ。最後スノーシューが一番楽しいらしいんで楽しみね。ゴンドラに乗ります。どんどん上がってます。どんどん寒くなってます。スノーシューってこんな感じだなって昨日の今日だから教えてもらってよかったですね。あれなかったら昨日2時間1時間だけスノーシュー10キロ行きます。うわすげえ。5キロはまっすぐで10キロは左ね。これは人が行ってないのか行った方がいいんだよね。下りがあるってことは上りがあるんですよね。こうね、ピンクテープを目印に行くっちゅうことなんで、登りがきつい。あ、半分。いや、楽しいっす。楽しいっす。楽しいっす。おっと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 。おお。あ、クリスマスツリーみたいな。おお、クリスマスツリーだね。これはすごい。やっとなんか使い方が分かってきた気がする。はい、早いな。早いですね。あ、疲れました。疲れました。早いな。全然ついていなかった。疲れました。お時間に入った。疲れました。タイム追いつけなかったです。いや。はい、スノーシュー10キロ走ってきました。1時間39分かかったよ。10キロに。いや、履き慣れてないっていうこともあるんだろうけど、なんかこう進み方が分かんない。雪にこう揺さぶられてることがすごい分かってきて、最後のね 2,3 キロで、あ、こういう風にすればいいんだっていうのはやっと分かってきた感じですね。疲れた。着替えてきました。あ、めっちゃ汗かいたからね。あのままいたら風邪ひいちゃうよ。氷点下の世界なんで。スキー場来てるけどスキーしないってなんだろうね。ちょっとなんか心残りもありますけど、まあでも今日一日楽しめました。スノーエンディナンスフェスティバル2023、スノーランやって自転車漕いで、それからスノーシュー10キロとどめだったね。めっちゃ疲れた。まだ3キロしか来てないのかって。
やっと5キロだって。走ればなんてことはないんだけど、1時間40分かかってますからね。まあでもいい練習ができました。やっぱりね、ロードとかトレイルとか走り慣れてるところで、まあ練習はもちろんなんだけど、こういう自分の思い通りにいかないところ、もう今回雪の上で相当苦しみましたからね、不安定であっちに行こうと思ったけど体こっち行っちゃうとか、そういうことが今回多々あって、そういう予期せないしない動きに体がこう反応する、反応させるっていう、まあ、揺さぶるようなことっていうのはね、やっていった方がいいと思うし、まあ今回は雪上ですけど、まあ、それ以外に限らずいろんなスポーツにチャレンジする、まあ、そのことが結論ランニングにもつながってくると思いますんでね、はい、いろいろとこれからもやっていこうと思います。いや楽しかった。レースレポートというか旅ラの様子でしたけど、この他にもグッズ紹介とかランニング系の情報をどんどんと織り交ぜながら配信していきます。走るモチベーションが上がるスイッチオンの内容を目指していきますので、ぜひともチャンネル登録などよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。いやー、もうずっとスキーやってたから、こういう雪上はいけるんじゃないかってちょっと思ったんだけどね、なかなかやっぱ難しいわ降りてくるだけでもスキーとスノーシューだと全然違う。なんかスノーシューなんか悔しいからもうちょっと練習したいですね。今日10キロ走って残り3キロでなんとなく、あ、こういう風に走ればいいんだってのが分かってきたんで、マイスノーシュー買っちゃうまあでもね、関東の雪と北海道の雪違うっていうので、やっぱりここの雪ってこんだけ気温さ低いからもうサラサラなんですよね、本当に。だからそんな重くないけど、まあ、新潟とか長野だとちょっと水を含んでるからスノーシューするのはちょっと、まあなんだろう、大変だよっていうのはさっき話聞いたんでね、まあ、それでもちょっとやってみたいですね。楽しかった。はい、じゃあね、これから、もうちょっとしたらこのスキー場出て、また旭川の方に戻って、で空港に行き、飛行機が19時30分だったかな、それで東京の方に戻ります。飛行機の中で今日撮ったいろんな動画素材を見てニヤニヤしながらやっぱこの雪の中で撮る絵ってなかなかないからね、僕も今回すごい楽しみでした。また来年来たいな。ここは帰ってきました。あったかい、ジンジンするよ指が。うめえ胃の中があったかくなりました。はあ、撤収作業中、撤収も早い今日お借りしたスノーシューです。心残りあるな、こんなにいい雪なんだよな、うずうずしちゃえよ、もう一泊泊まるべきだった